ハローたまたまジャパニーズステーション、アク立花慎治、アクバブルス、デデブスタジオへようこそ。我々デネブがやっておりますデネブスタジオ、本日はエピソード6、エピソードナムでございます。イエーイ。はい、最近のデネブニュース、デネブの活動、イベントなどということなんですけども、はい、我々ですね、本日、何日だろう、もうこれの放送してるぐらいにはもう終わってるのかな。あ、そうね、はい、やってると思うんですけども、うん、この放送してるぐらいではまだお知らせできる時期かなと思いますが、はい、11月の15日にですね、日本にありますお寺、テンプルですね、お寺で、はい、ライブを行います。久しぶりに観客、お客様を交えてですね、我々やることになっております、はい、デネブ単独コンサート2020を行う予定となっております。こちらの動画もですね、撮影ができましたら皆さんでも見れますように、 YouTube の方でも公開予定となっております、はい、皆さんぜひぜひチェックアウトしてください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それでは本日のエピソードは、はい、最近のインドネシアで話題になっていることを見ていきましょう。本日も楽しいエピソード楽しみですね。よろしくお願いします。話題1でございます。あなたは子供にどういう名前をつけるの？インドネシアではこういう面白い名前を持っている人々がいます、ということで、はあ、インドネシアの人の名前ってなんか、ムハンマドさん多いね。ムハンマドさん、ね、ムハンマドさんが多い。ワフューさん、ね、あ、ワフューさんね。そんな感じの名前の方が多いですもんね。はい、お、神になった。神様、神様、家具作ってる。ま、神様だから、まあね、いろいろ想像するんじゃないですか、取り上げる。トゥハン。これ大丈夫なのかな、全部映して。まあね、神。あーね、はー、願いを込めて神になっちゃったのね。そういうことね。私は神だって言いたかったわけじゃなくて、ね、ね、神様といつも共にあれるようにっていうこと。はいはい、ねえ、悪魔さん顔洗ってる、うん、めちゃくちゃいい人。もうに顔からにじみ出るいい人、いい人、もう顔がね、あ、本当、あ、礼拝してる、本当にちゃんとしてますね、礼拝されてますもん。でも悪魔さんなんですね。なんで悪魔さんなんだろう。校長、いきなり偉い人になった。へぇ、凛々しい顔に変わりました。さっきのね、さっきのすごいこうね、笑顔が素晴らしかったのに。でも悪魔さん。なぜ？あーね、あー、はい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 。めちゃくちゃいい人、顔に出てるやん。悪魔界の中でも魔王を選択されたのね。短いな、まあ、アルファベットの N さんっていうのかね。あーね、あー、じゃあ書き間違えたんじゃないかな。N、 あー、そうか、ちゃんと書いてみたいなこと言われちゃう。書いてるのに。かわいそう。あー、まあそれはそうじゃないとですよね。名前書く欄に N ってめっちゃ広く書かないといけない。
ですね、そしたら、ね、書き間違えたわけじゃありませんって。ああ、そういうことが生まれた。お父さんお母さんかなり安直。はい。しかもポリシーさん、ポリシー目指してる、まさかこれ。本当にポリシーになるの？あらら。はい。ポリシー名前がポリシー、それとも役柄がポリシーみたいな感じで、ね、いやもうすごい困ってる顔してるもんね、ポリシーさん。ということは立花さんにつけたら立花警察さんなんでしょう、うん、どうしてインドネシアのポリシーはこうちょっと愉快なの？なんかいい人多いね、ポリシー。そしてちゃんと持ってあげて、ポリシーさん、ポリシーさん。またに肩が手がかかってる。すごいね、すごいな。トゥハンさんは神さん、神、あーゴッドですね。サイトンさん、ね、サイトン悪魔。なんで悪魔ってお名前つけたのかな。どういう意味だったんだろうね。どういう意味でつけたのかね。そこにすごい気になるね。悪魔にも打ち勝てるよ。あ、トゥハンさんの理由。トゥハンさん、神様という意味で、親の理由が、うん、子供が常に神様の近くにいるように。これは本当に祝福されてほしい名前ですね。素晴らしいですね。はい。はい、次行ってみましょう。はい、サイトンさんは悪魔でしたよね、はい、親のつけた理由が、前の10人の子供が生き延べられなかったのでその名前にした。なんで絶望してつけちゃったら ね、長生きされた、しかもね、先生、校長校長先生までになる、教頭か、教頭、うん。あー、これ N さんがね、アルファベットで N さん、さっきのね、親の理由が呼びやすいように、まあ、呼びにくいわ、逆にね、呼びにくいわ。インドネシアの友達がいるんですけど、その友達もめちゃくちゃ名前が長くて、ね、なんかこうもうちょっと短くていいんじゃねって本人が言ってたぐらいなんで、だからそのやっぱそう思ってるインドネシアの方多いのかな、もしかしたら ね。でもうせめてこうつけれるところの名前は短くしようって言って短くしすぎちゃったパターンかな。 N 発音しにくいしね。でもね、 N でしょ。ポリシーさんいましたね、あのさっきポリシーね、実際にポリシーのアルバイトもらった人の警察の親の理由は、うん、子供がいつも病気で4回名前を変えたら元気になった。名前変えれるの？そう、そこですよ。そう、名前って変えれなくない？なんで？へぇ、まあ、確かに日本も変えれますからね。でも大変だよ、日本変えるの結構書類が大変ですけど。そう、すごい大変で、裁判でちゃんとかなんかで通らないと変えれないのね。正当な理由がないと無理みたいな。まあね、まあ、でも、ね、名前が変えることで元気になったんならね、それでいいかなって一瞬思ったんですけど、それって違う理由で悩ったんじゃないかなってちょっと思っちゃう。はい、ところでですね、はい、ここでインドネシア語の勉強していきましょう、はい、今日はですね、こちらの言葉、親じゃなくて親ですね、はい、自分のお父さんお母さん話ですね。こちらをインドネシア語で言うとちょっと言ってみましょう、はい、せーの、ボランティア。はい、それでは話題2に進んでいきたいと思います。話題ドゥアはですね、 SNS でバズってから壊れた5つの観光地。壊れた？あー、最近ねインスタとかでこう、あれだけど、ろくなことせんやつや、ろくなことせんやつがいっぱいってやつだよね。まあ、これズームかわいそうだけど見てみましょう、行きましょうかね、はい、これなんだろう、ランニングロケーション、
はいはい、マンブーマンブーなんかすごい綺麗なね、広大な土地ですが、あまりに人がいすぎてこれ何だかわからない。そうそうそう、何が起きてんのこれ。ああ、ニュージーランドのような綺麗だね。とんでもない数ね。これあれですよね、多分インドネシアの方々ではなくて多分海外の方がたくさん来すぎてるってことですよね。インドネシアの地元の方がこんだけ来てる場所なんですか。だからそう、バズったから私もインスタ映えちゃおうみたいな感じでわざ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 って行ったら景色どころか人みたいな。へえ、こんな、なんか確かに、おー綺麗、あー、いいね、すごい綺麗。アマリリスガーデン、アマリリス、あ、ジョグジャカルタね、行きたいですね。また行きたいね、ジョグジャ行きたいね、ジョグジャ大好き。こんな綺麗なところが、おーっと、おっと、これはおったらダメ、もうなんかあのさ、ジャンガンジャンガン、ダメ、踏んだらダメ、ダメ、もうかわいそう。でも日本ってこうやって花が咲いてるとこって本当に入っちゃダメってなってて、絶対入ったらダメって柵みたいなのがあって、真ん中に細い道があってここは通っていいですよみたいな感じになってたりはするけどね。もう両親を信じてちゃんと綺麗な自然をしっかり見ていただこうと思ってたのにもかかわらず、まあ SNS というものが人をバカにしたのかなっていうところはありますね。ダメですね。これ次はギリラワ。ギリラワ、島の方ですね。わあすごい綺麗。え？え？左が素敵な草原で、これ右側燃えてる、ポイ捨てによって焼かれた。うわ最低、最低、もう最低、もうダメ、ダメです。うわこれはひどいな。今どうなってるんですかここ。これでも皆さん観光地ですからね、見に行くとこなのに。これじゃあ、あれ次はこれマウントリンジャニ山、リンジャニ、あ、そういうことか、リンジャニ山、リンジャニ山。これは何が起きてるの。はあ、ええ、わあ、綺麗綺麗綺麗、そうな、あのね、インドネシア行っていつも思うことはゴミが確かにめちゃくちゃ多いんでね、川とか見てもね、あれはちょっと心が痛いですけどね、切ない。これもダメです。もう立花は怒ってます。そう、ダメです。はい、ムゲディアタスアワン、雲の上の国、雲の上の上に人降りすぎやで、人行きすぎてる。これは何が起きてるの。あーね、雲海ね。あ、日本でいう雲海、雲海か、このに人いすぎみたいな。うわこれ何も面白くないんじゃない、みんな多分。そう、それでも行くのかな。とんでもない数と乗り物の行列。これはこれはね、改めて言います、立花は怒っています。はい、あの私も以下同文、ね、でもね、ね、出たゴミは持って帰る、これもう原則としてインドネシアでやっていただきたい。そうですね、はい、はい、ここでインドネシア語の勉強をしましょう、はい、この怒りをぶつけて言葉を学んでいきたいと思います。はい、それでは日本語で言う観光地、はい、っていうのをですね、インドネシア語で言うと、せーの、トゥンパミスタタ。はい、感想としましたね、本当に今日は本当なんか考えさせられる、考えさせられる内容が多かったなって、ね、うん、はい、はい、そんな感じでございます。はい、はい、本日はね、すごい楽しい話題、今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは我々デネブスタジオからご覧の皆さんに重大な発表があります。デネブスタジオは
進化します。キーワードはミュージック、イエーイ、ミュージックでございます。ぜひ皆様お楽しみにしておいてください。デネムスタジオ進化しますよ、チャレンジ。はい、それではもし皆さんからのリクエストがあればコメントの方にぜひ書いてください。皆さん読んでおりますからね、ぜひとも皆様コメントください。はい、僕たちのコンテンツが面白いと思ってくれたらジャパニーズステーションのチャンネルにライク、コメント、またチャンネル登録してね。次回もお楽しみに。参拝順番、参拝順番、イエーイ。